激声と歌われましたのが九代目の團十郎でございました。そこで今度は11代へ、なぜ10代をやらないんだ、これは後ほどお分かりになると思いますのでちょっとお待ちください。でここでご覧いただきたいのが11代の團十郎さんですね。でこの方には3人の、兄弟でございました。松本幸四郎さんから松緑さんで、このお父様は7代目の松本幸四郎さんだったんですが、それぞれが今お子さんがずっと継がれているわけで、今いろいろ受け継がれてきておりますが、さあこの11代目に参ります。海老、はい、様と言われた方でございます。戦後日本がようやく焼け跡からの復興を見せ始めた昭和20年代歌舞伎の世界に突如彗星のごとく一人の伝説的なスターが登場する。歌舞伎座を女性客でいっぱいにし、その熱狂的な人気をマスコミは海老様ブームと書き立て、戦後の復興の象徴とまで言われた。この人物こそ後に11代目團十郎を襲名することになる市川海老蔵である。新橋の芸者さんあたりで、あのお座敷に海老は出してくれるなと、あの海老様を食べるわけにいかないと言って、あの料亭から海老が一切なくなって、貸筋では大困りに困ったっていうのは、あの当時の僕なんかのみたいに幕の中を知らない一般の観客の耳にまでそういう噂は達してましたからね。今なお海老様の伝説で語り継がれる市川海老蔵。明治42年1月6日、市川海老蔵は東京の日本橋浜町で歌舞伎役者の父七代目松本幸四郎の長男として生まれている。本名は藤間春夫といった。次男純次郎は後の松本白鸚、三男豊は後の尾上松緑、兄弟三人は共に昭和の名優として知られている。父の幸四郎は九代目團十郎から教えを受けた弁慶を生涯1600回以上演じ、幸四郎の弁慶と今なお語り継がれる名優である。幼くして舞踊家藤間勘右衛門の養子となった父が、門閥が厳しい歌舞伎の世界で松本幸四郎という名跡を継ぐことができたのは本人の並々ならぬ努力のせいである。祖父は心臓が悪かったもんで、弁慶で六方で引っ込みますと、しばらく10分間ぐらいうずくまって心臓を抑えまして、じーっとしてるんだそうです。あだわプラスがタラタラタラで、そういう祖父を見て父が、そのもうお父さんの弁慶はもう幸四郎の弁慶か弁慶の幸四郎かっていうぐらいの当たり役なんだから、まあ糸を追ってね少しやりなさいよっつったらば、その時に祖父が、いや今日初めて幸四郎の弁慶をご覧になるお客様もいるんだから、初めてご覧になるお客様もいるんだから、そんなことはできない。そんな努力家の父幸四郎の下で大正4年7月、海老蔵は松本金太郎の名で初舞台を踏む。父が山乳母を演じ、彼は怪盗丸を演じた。7歳の時である。それから間もない3月25日を父はよくこう思い出すことがあった。お末が死んだ時は桜が灰色に見えた。母末がこの世を去ったのである。母を失いぽっかりと空いた心の隙間、それを彼は後にこう回想している。その頃私にとって最大の不幸は母の死でした。母が入学式の時だったかと思いますが、私の手を引いて初めて子供を入学させる母親らしく嬉しそうに学校の門をくぐってくれたことを私はおぼろげに記憶しています。母に余ったれた思い出はこんな年になっても忘れがたいものです。優しい母親でした。優しい母の手の中、海老蔵は生涯その母のぬくもりを求めていたようなところがある。やがて海老蔵が9歳の時、父は再婚するが、その母も1年足らずで病死。そんな母に縁の薄い息子たちについて父の幸四郎はこんなことを書いている。子供は3人とも性質が違っています。末の豊は書生部屋のように乱雑に取り散らして
無頓着極まりなく、緻密で全てが厳格な次男は、部屋はもちろん几帳面に片付け、性格そのものです。一番上の兄貴は、何か今になるようなものを私が心配して届けてやっても、いつも片付けさせてしまって、何にもないところにいます。海老蔵は何も置いていない部屋にぽつりといるのを好んだという。極端な潔癖症か、無感動で無頓着なのか、実は彼にはその極端な二つの性格が心の中にあったようだ。当時の海老蔵はこう呼ばれた。お辞儀の金ちゃん。いつも愛想よく誰彼なしにお辞儀する彼についたあだ名だ。だがそんな彼は家では別な姿を見せていた。弟の松六にはこんな悔しい思い出がある。家に帰ると海老蔵たちがひそひそ話をしていた。聞き耳を立てると、海老蔵が松六の踊りでは家の直れだと、松六を踊りの会から下ろす算段をしているところだった。結局松六は踊りの会から強引に下ろされる。簡単に言えば内弁慶なんですよ。で、外に対しては大変陰陣なんですよね。で、これは人の妙なの持って生まれたこう自信のなさ、しかも他人とはうまくつながり得ない。そのためにまずは皆さん会うと、どうもおはようございます、おはようございますって、あれだけの家柄の生まれた僧侶のくせに、お辞儀の金ちゃんって言われるぐらいにみんなには定勢で挨拶している。しかしそれはいわばそういう上辺の手立てなんであって、実は中ではいろんな鬱屈したわがままなこととか、あるいは自分がぜひともこうしたいっていういろんな部分があって、それしかうまく出せないというふうな二面性を持った人だと思うんですよ。昭和4年4月、海老蔵は歌舞伎の世界では由緒ある名前の一つである市川駒蔵を襲名する21歳の時だった。だがその順風満帆に見えた彼の人生に大きな影が差す。彼は駒蔵を襲名して間もなく、襲名公演での無理がたたって胸を病んで倒れ、鎌倉での療養生活を余儀なくされるのだった。その頃東京では一つ違いの弟純次郎は市川染五郎を襲名、名優の誉れ高い初代吉右衛門の門下で活躍。一方三男の豊も当時その吉右衛門と歌舞伎界を二分する六代目菊五郎門下で役者の道を歩み出していた。一人海老蔵だけが鎌倉に取り残されていた。そんな海老蔵を親身になって慰めてくれたのは、その頃父の家に行儀奉公に働きに来ていた千代だった。千代に支えられ海老蔵は次第に健康を回復していく。病に倒れてから4年後、昭和8年4月、海老蔵は久々に歌舞伎の舞台に復帰する。役柄は父幸四郎が演じる助六の口上役だった。その海老蔵の舞台の批評が珍しく新聞に載った。だがその批評は惨憺たるものだった。助六口上役の若造の弁舌、甚だ爽やかならず大根の印が見えた。4年の闘病を終えた25歳の海老蔵を待っていたのは大根役者という過酷な批評だ。森さんが絶世の美男とおっしゃった、はい、11代目がね、はい、そう簡単にいかないんですね。最初からトントン拍子じゃないんだ。大根の兆しが見えた、うん、あんな激評書きになったらもう死にたくなりますね。本当ね、厳しいね。まあ大根という意味が、はい、まあ、お分かりじゃない方もいらっしゃいますんで、多分演技の下手な役者をなぜ大根役者と言いますと、うん、大根は決して食当たりしないので、決して当たらないという意味から生まれています。こういう意味があるとマリさん知らなかった。あ、知らなかったです。私またなんて言うんでしょうか、見た感じがあまりかっこよくないから、うん、はあ、大根っていうのかなと思ってたんです。違うんですね。当たらないんです。はあ、では続けましょう。
海老蔵は新聞の批評を書いた辰野の家を訪ねている。大根とはあまりにひどすぎると抗議に出かけたのだ。だがフランス文学を専攻する辰野の話を聞き、なるほどと思った。確かに自分は喋り方に対する研究が足りないと感じたのである。辰野は発音を勉強するならフランス語が良いと弟子の今秀美を紹介してくれた。海老蔵は藁をもつかみたい思いで時間を作っては今秀美の家に通い続けている。通われてくる今秀美の方は戸惑うばかりだった。海老蔵は必ず定めた時間にやってきて熱心なのは良いのだが、冗談を言っても決して笑わず、執拗に質問してきてあまりの執拗さに辟易させられたこともあったという。海老蔵が必死になるのには理由があった。その頃尾上菊五郎に預けられていた4つ年下の弟豊も尾上松緑を襲名。海老蔵はいよいよ自分だけが取り残されてしまったと感じていたので、他家の盟友に預けられた弟たちがぐんぐん、出てきますね。その時まだ彼鳴かず飛ばずだったから、その焦りあるいは自分はダメなんじゃないかっていうふうな、コンプレックスというかな、複雑な気持ちはきっと気難しくてデリケートでわがままなあの人はきっとさ、この中でトグロを巻くように思ってたろうと思いますよ。昭和10年10月20日そんな海老蔵の記事が新聞に載った。彼は料亭の娘と結婚したのである。だがその結婚生活はわずか4ヶ月で破局を迎え、2人の性格が合わなかったのだ。その頃日本の歌舞伎界は創業者白井松次郎と大谷武次郎の名を取って作られた松竹が役者たちを抱えていた。昭和11年、そんな歌舞伎界に旋風が吹き荒れる。小林一三の東宝が歌舞伎界に勢力を伸ばしたのである。世に言う小宝戦争の始まりだった。新興勢力東宝によって松竹の抱えた役者たちの引き抜きが行われ、新聞市場を賑わした。その役者たちの中に駒蔵時代の海老蔵の名もあった。特に海老蔵の記事は好奇の目を引きつけた。新妻と別れたばかりの彼が今度は父に感動されたからである。父がよそへ行く我が子を感動する。当時の歌舞伎界はまだそんな義理人情の世界だった。だが父に感動されてまで東宝に入った海老蔵だったが、結成された東宝劇団は純然たる歌舞伎より坂東巳之助と夏川静江のコンビによる宮本武蔵といった新作ものに重点が置かれていた。結局3年後海老蔵は鳴かず飛ばずで東宝劇団を退団する。こうして海老蔵は昇進のうちに父の家の何もない彼の部屋に戻るのだ。自分はやはり役者には向いていないのだろうか。生来の自信のなさが再び海老蔵の中で頭をもたげ始めていた。持って生まれたあの顔形の美しさみたいなものは一つは当然あったんだけども、あれ妙なもんでしてね、あの顔形だけが美しくって、それをあの内から支える内面の芸がないと、かえってその美貌だけが浮き上がってしまって嫌味に見えるですよね。これはあの会に限らず、あの一般の役者の中にね、あのつまりきっとそんな時代だったのかなとも思います。昭和14年の秋、そんな海老蔵に思わぬ話がもたらされる。父幸四郎に市川宗家を継いでいた市川三将から養子の申し出があったのである。市川三将は不器用だがスケールの大きな海老蔵の舞台を高く評価していた。当時市川宗家を継いでいた市川三将、彼は激勢と歌われた九代目團十郎の娘婿であった。九代目の娘実子と結婚した彼はもともとは銀行員だったが、九代目が亡くなると突然舞台に立つようになる。だが31歳からのスタートではさすがに遅く、舞台は決して優れたものではなかった。
九代目の娘婿三笑に團十郎襲名の声が起こらなかったのはこのためである。九代目が死んですでに40年、その長い空白の時が一層團十郎という名を大きくしていた。こうして昭和15年5月、海老蔵は團十郎に次ぐ市川宗家の由緒ある名市川海老蔵を襲名する。歌舞伎の世界には名を継ぐと化けるという話がある。偉大な名跡を継ぐと突然輝き出す役者を指すが、周囲は海老蔵にそう期待したのである。うまくなかったんですね。まあ大根役者とまでは言わないけれども、あんまりうまくなかった。歌舞伎役者っていうのはその花がなくちゃどうなんですね。これ結局海老蔵はそのチャンスを生かしきれず、不器用な役者のレッテルを貼られたままだった。海老蔵31歳の時である。苦労が続きますね、森さん。本当ですね。あんなに美しくも生まれになって、うん、でもあのスケールの大きさは、うん、あのどんなに厳しい批評家でいらっしゃっても、演劇評論家でいらっしゃってもお分かりだったようですよね。それは認めてた、ね、ああそうな。あと何かが足りない、まあ、そういうことで東山君なんかもこういうと複雑でしょ、まあ、あのジャニーズ事務所といろんな若い子がたくさん来て ね、 ねでもその中で最終的にやっぱり自分自身だと思いますので、ああ そ、 う、まあ、それを信じて頑張って、僕はまあ森さんの名を継こうかなと思って襲名する、襲名しようかなと思ってますので。ああ、ここまでは永谷園とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。